証人になる？ええ、あなたの報告は彼にとってとても重要なの。報告は提供できますけど、出廷経験は皆無です。もし私が何か間違った振る舞いをしたら、検察官の判決に影響しますか？ソネット、証言をすることは試験じゃないわ。法廷に慣れている証人は必要ないの。あなたは見たままを誠実に伝えればいい。要点を絞って事実を歪曲しないように。最高裁判所は若者の公正たる心を重んじている。公正たる心。あなたはその貴重な品性を持っているわ。力を尽くします、レディー Z。証人、ソネットを召喚せよ。こんにちは。平和が我らと共にありますように。平和が我らと共にありますように。ミス・ソネット、召喚状にある通り、あなたはバーナード・ウィルソンの証人として出廷の申請がなされている。彼との関係について説明を願いたい。彼とは面識がありません。仕事中にお名前を聞いたことはありますが、交流などはありませんでした。では彼はどうしてあなたを証人に？私は29年ストーム事件の当事者の一人です。事件について詳細な報告書を提出しました。彼は資料庫で私の報告書を見つけ、私の上司であるレディー Z に閲覧申請をしました。そしてレディー Z から報告書提供の是非と証人として出廷しないかと質問をされました。では証人として出廷した理由をお教え願いたい。私の直属の上司は今長期治療を受けていて、仕事のスケジュールが以前と比べ余裕があります。その期間、私の知っていることが少しでも力になるのなら喜んで弁護をしようと思いました。そして最も重要なのは、個人的な意見ですが、財団のアメリカ・シカゴ駐在所には大いに改善の余地があると思います。これはミス・ソネット、これは私が研究センターから昇進令を出されてからアメリカ・シカゴ駐在所に向かい、ストームが到来し財団本部に戻るまでを全て収めた出向記録です。これは私が作成した29年ストーム事件の実地調査報告と日記です。何を証明するつもりですか？アメリカ・シカゴ駐在所が人類の平和な秩序のために戦うの宣言を違反し、一部の人間とアルカニストの権利を侵害したことを証明します。我々の名誉を汚すな！弁論デュエルを申し込みます。彼女がこうやって事実を歪ませるのは許せません。ミスター・セス、まだこれらの材料による審議は始まっていません。法廷内では静粛に。検察官様、我々が弁論デュエルを行っている間に材料を審査してください。駐在所の長年に続く歴史をこのような弱敗者に中傷されるのは許せません。
ソネットは幾度も作戦経験がある調査員である。彼女とデュエルする意味はないと思うが。弁論デュエルの要請を受け入れますか？はい、受け入れます、検察官様。お二方、どうぞ証言台へ。デュエル中の弁論内容は忠実に記録します。一方が弁論に3回負けると弁論デュエルは終了します。では、はじめ。シュナイダーはシカゴで知り合った友人です。彼女はストームとマヌス・ベンデッタ、2つの抑圧下で財団に頼ろうとしました。しかしあなた方は何らの回答も援助もせず、ただ一通の手紙を渡しただけです。この手紙を彼女のジャケットから見つけました。こう書いてあります。貧乏人は失せろ。その件については知らないな。それに駐在所の職員たちはストームなんて聞いたことすらなかったのだ。どうやって援助しろというのかね。こういった特殊な状況に対応できるよう本部か出向中の調査員に報告をするべきでした。このような侮辱的な言葉を書き捨てて何もしないのはどうかと思います。理解できません。どうしてこのような言葉が書かれているのかが。十分な庇護金を払えないから避難を申告する資格がないのでしょうか。それとも彼女が改造されたワンドを使っていたからアルカニストだと思い込んだのですか。平和宣言というのは体の強弱、富の有無、種族の区別を問わず援助の手を差し伸べ現行の平和と秩序を守るべきである、ではないのでしょうか。彼らは人間です。もし一刻も早く本部に戻れていれば、あるいは。今は特殊な状況にある。本部は全世界の人間を受け入れることは不可能でしょう。だがあなたは一つの可能性を提起してくれた。すでに起きてしまった事実により改善される未来がある。証言をしていただき感謝する、ミス・ソネット。同じく弁論していただき感謝する、ミスター・セス。少し興奮しすぎてしまったようです。ミス・ソネット、素晴らしい法廷弁論だった。以前最高裁判所を耳にしたことは？時間があるとき見に来なさい。